こんにちは、ご無沙汰しています。お羊座新月かな。久々に配信しようと思っております。ちょっと新月、今年の結構スペシャルなタイミングみたいなんで、今ここガイアの宝石ベッドのルームで、ちょっと欠けた状態で、宝石エネルギー入ってる状態で、ちょっと新月のエネルギーと一緒にこう行ったらいいなと思って配信しております。あ、こんにちは、あずめさん、静香さん、あ、けこさん、ありがとうございます。ちょっと ここ最近ですごいこうガクッと意識が変わることがあったので、それちょっと配信で残しておきたいなと思いながら、新月タイミングになりました。あ、けこさん、ありがとう。あ、静香さん、ありがとう。さっきは、あ、中津さん、こんにちは。なみなみさん、ありがとう。おお、久しぶり。ヒーラーミロクさん、あ、竜道伊藤さんかな皆さんお元気でしたか。まあざっくり言うと、私ちょっとこう、あ、曲がある、ちょっと失礼あー、かおりさん、中田さん、こんにちは。あー、かおりさん、ありがとう。ですね、ちょっとサロンするにあたって、人間関係にいろいろチャレンジしてみて、結構自分的に苦手領域にチャレンジして、頑張って半年ぐらいかな、頑張ってきてで、いろんなね、なんかこう、結局人と人の間の壁を取るためにどうやったらいいのかっていうのをずっとこう試行錯誤して、一人でいる方が好きなタイプですからねやってたんですけど、なんかこうやっぱりうまくいかないこととか、なんで私こんなんなんだろうとか、結構落ちて、でも上がって落ちて、ずっと繰り返したんですよ。でね、ちょっと前なんですけど、それがこう息継ぐどこまで行ったんでしょうねなんか インスピレーションなのかメッセージなのかわかんないけど、自分というこだわり、自分へのこだわりを全て捨てようっていうのが来て、まあ、これもう言われ尽くしてることですけどあ、ひろこさん、やっほー、久しぶり久しぶり、ありがとうございます。でね、自由を子供の時から求めてきて、自由になりたいっていう、なんていうかな、自分も結構不自由な状況を子供の時体験してたんで、そこから自由になりたいっていうのがすごい強烈な願いであったんですけど、あ、淡路島止まったんやいいですね。それによって能力開発、自分を向上させて進化させて、何とかできることを増やしたい、可動域増やしたいと思ってずっと生きてきて、で、人とうまく素敵な関係築くためにも自分の人格を向上させようって思ってきてたのね。でも
例えば人と一緒にいてなんかズレを感じたりイラッとしたりとかいろいろあるけど、あーゆかちゃん久しぶりありがとう元気元気これは私が私にこだわってるからだっていうことで、結局私はこういう生き方してきた、こういうふうな考えを持っている、私はこれが正しいと思う、これが素敵だと思うっていうのがお互いにぶつかるわけよね。相手にもそれがあるし、それが真反対だったりしたらお互いを肯定することが相手への否定になってきたりとか、こういうのあんま感じない人もいると思うんですけど、私は自分の考えにこだわりがある分、自分の選ぶものにこだわりがある分、それが強く出ててね。で、ありがとうガイア寝て顔ちっちゃくしましたで、これが私がこう不自由になる一番の理由、私の今までをこう主張したくなるわけよね。私がどんな人間かとか、それが譲れなくなる。これが私は自分を捨てることで本当に自由になれるっていうのが来まして、なんかそれが来た時、そうかってなんかすごいなんか楽になったんですよ。で、冷静に分析すればね、その言ったらあの時こんな考え方していた自分、あの時悲しかった私、あの時これガイアにね、あ、そういえば君の名のあの曲を入れてあるんよでもこれ音楽に入ったら YouTube に上げれなくなる可能性があるからでね、それが自分を捨てるって言葉でちょっと伝わりにくいかなと思うんですけど、言ったら自分という私、今の私をもう今この瞬間終わったたびに捨てていくの全部。あ、みーちゃんごきげんよう、ありがとう元気、久しぶりです。うん、この瞬間に捨てていく。で、それが私はできなかったんですよね。その全部の私を愛したいがあったし、過去の私が応援してくれるっていうのも感じてたけど、捨てれなかったよね。で、なんて言うんかな、昔1年ぐらい前に水田先生に小賢しい自分とかそういう自分が出てきた三沢先生は今朝掛けに刀で切って捨てるっておっしゃってて、それなんか私はちょっと難しいなっていうか、そういう私も大事にしたいみたいなのがあって、なかなかその時スッと入らなかったんですけど、じわじわと分かってきて、このタイミングですごい一気に体感腑に落ちたというか、私がそれを捨てれなかったのは私がそれを認めてなかったからっていうことね。その時になんでもっともうちょっとよくできらんかったんかなとか、なんで私こんなんなんだろうとか、なぜ私はこういうことができないんだろうとか、それってちょっと一瞬過去のこと、昔の私も全部含めて、それが悔いを残してるのはね、だから終わってないんです、それその瞬間の全ての私がだから今ここに全ての瞬間の昨日の私、1年前の私、10年前の私とかが全部生きて引き連れてここにおる感じになってるってことなんですよ。で、
これをもう埋葬するって感じ。あの死ぬんです、一回完了して終わる。終われるのはそれを認めるから終われるっていう感覚なんです。ずっともう終わって完了して言ったら立ち去りたくても立ち去れないっていう感じよね。だからそれを私が終われば成仏するんです、今までの私が。こう前もこういうことあったよね、こういうことあったんですけど、なんかさらに進化した形でこれがやってきて、だからもう私という所属、自分っていう所属、自分という存在へのこだわりを丸ごと一気に全部毎回毎回瞬間瞬間に捨てていくことでこそ、それで本当の自由が得られるっていうのがやってきてね。うん、なんかこれなかなかこううまく言えてるかわかんないんですけど、はい、だから何かをやるときにはこれが苦手だった私、あるいは失敗した恥ずかしい、あとはこういうことが私は得意だっていう、これが全ての過去の情報を引きずって今生きてるけど本当はないのよね。情報として持ってるだけで今この瞬間は本当にまっさらで関係ない。だから携帯と一緒ですよね、何をインストールしてるかだけで器としては関係ないし、今までの関連を全て捨ててなくても今この瞬間の選べるものから全部自由に選ぶ。で、過去の私たちを全てどんなできてなかろうが、どんな惨めであろうが、終わる、認める。それが素敵だから、いいから認めるのとちょっと違うんですよね。素敵だからOK できるんじゃなくて、素敵であろうが、素敵じゃなくて最低最悪だったとしても認めて終わっていくことができたら、言ったらその過去を引き連れて過去の私が世界にこう私を認めてほしいと主張している状態よね。過去終われないのは、私はこんな人間なんです、こうなんです、ここをし認めてほしいとか、ここをなんかこう知ってほしいとかのが出てくるのを、でもこれが全ての私を私さえ認めたら終われるのよね、完了できる。だから埋葬なんです。もうちゃんと完了して終わって死ぬ毎瞬間。だって過去の私今もう帰れないしね、過去にやったことも。だからもう瞬間瞬間新しい私なはずなのに全部のデータを引きずって生きてるなっていう。うん、でもう一つその前に大きい気づきがあったのが、私はその新しい領域に踏み出そうとして苦手なことにチャレンジしているのに、今までの自分のまま、今までの心地よさのまま生きたいと思っていたということに気づいてこれね、なんかこう捉え方が人によって違うかもしれないですけど、心地よく幸せな状態で全て移行するというパターンもあるけど、私自身がそのちょっと闇に落ちてその先でなんか見つけるのがパターンなのででもこう新しい領域に冒険にチャレンジに出ようと思っているのに、そこで起こる悲しみとか苦しみとかそういう苦手なことだったり、そういうのを引き受けれていなかった自分に、その覚悟ができてなかった自分に気づいて、なんか愕然としましたね。なんだろう、私それができてなかったんだなと思って、
そしたらその次に全ての自分をその瞬間に捨てるっていう、全てを完了していくっていう気づきがやってきて、ああそういうことかと思って、自由を妨げているのは私という存在のこだわりだったなと思って、うん、なんかそんなこと思いました。何ですかね、だからガイアに乗ると幽体離脱する人が結構あのちょくちょくいるんですけど、そうやってこの体から自分の、まあ、魂というべきか魂が抜けてもう一回戻ってくるんですよ。その時にこの固着した体、肉体が私だっていう感覚から外れるんだなと思うのね。でそれを多分繰り返してるうちに、なんかこう毎回死んだと思って寝ようみたいな感じになってきて、なんかこうすると抜けて出る抜けて出るを繰り返してると、まさに今この生きている私、平岡綾という設定ですよ。本当にあのこれが私の全てじゃないっていう感覚がだんだんこうできてきたのね。だからそのリアル魔法使いさんは夜寝る時に毎回死んだと思って寝てみたらいいってよく言ってるんですけど、多分そういうことだと思う。だって日本民族である私も、平岡綾という私も、今世あったいろんな出来事も今回だけやもんと思う。死んだらまた終わりで、今までも終わってきたはず、いろんな過去世をね。でそれはもちろん私のなんか才能だったりいろんなものにつながっているけれども、膨大な情報を今に引き連れて生きてると、今この瞬間の出力というのが全力にならない、あの迷いが出てくるんですよね。いろんなものを引きずってるから、それをあのリセットする、うん、だからなんか体もすごい不思議やけど、こうこのメッセージが来たのが5日前ぐらいかな、めちゃめちゃ肩らへんとかすごい軽くなって、なんか肩凝ってたんやろね、傷があんま意識してなかったけど、すごいあれめっちゃ軽いっていうのがなんか軽くなってて、うん、多分1年間オステオパシーっていうその仙骨じゃないや、言ったらこう背中側から全部整えていくやつやってきたのもあると思うんですけど、すごいこう一気になんかこうその気づきになって出てきた気がして、まあでもちょっとこれ言葉でちゃんと言えてるか微妙な気がしますけどね。はい、なんかうん、この場所をする意味もなんか淡路島の人は余計島文化だから、自分の所属とか人からどう見られるとかがやっぱ立場とか強くあるのよね。でそれを外すってことだなと思って、でなんか一つ面白かったのが、私物語に出てくるような人が好きなんです、あの現実世界でもね。で子供の時すごい本大好きで本ずっと読んでて、でちょっと子供の時自分が過酷な状況にあったもあって、幽体離脱してたっぽいよね。で私感情出せないけどエネルギー大きいなって言われて、それがどうやら本の中に入って帰ってきてるっていうのを行き来してたからだっていうのを言ってくれた人がいて、でそれ本好きな人って多分みんなそれしてんのかなとふと思ったんですよ。なんか自分が好きなこう仲良くなる人って本すごい好きな本読んでる人多いから、もしかしたら物語の世界で生きてた人なのかもねって思ってだから物語の世界に行くってこの私から抜けることでしょ。それでまたそこの世界を楽しんで帰ってくる。でま
たこっちも生きるんだけど、また違う本の中に行くっていうのが、これがまさに地球に生まれてきて毎回生まれ変わるシステムと同じだなと思ったんです。だからね、なんかこうアバターとかもそうですけど、キャラクターとかペンネームとかもそうですけど、そうやって今の属性を抜けやすくするのはね、多分。ありがとうカオルさんそれで、ね、なんか初めてね、人はその全力出力しやすくなる。その全然それがあってもできる人はいるんですよ。でもしにくい場合はそれがあのすごく有効だなと思って、うん。で眠くない意識がその中に入っていってるんでしょうね、ひろこさんうん、なんかそんなこと思いました。だからなんかこうあんまり、だからここも意識しなかったけど、あ、自分という属性から一回外れて抜ける場所にして、なおかつ自分もここを物語の世界のように作っていきたいなと思ったし、その不思議な館みたいなのに迷い込んだ感覚でお客さんが来てくれる場所にしたいなと思って、うん、なんか千と千尋の館みたいってよく言われるんですけど、なんかそういうね、なんかこう物語のような磁場のあるものにしたいなと、うん、ずっと生きたかった物語の世界を自分が作って、その中を生きて、あの全員やっぱ自分という物語を生きてますからねそして現実という自分のこの人生が一番面白い物語だと思うんですよ、どんな本より。それぞれにとってね、それぞれの人生がね、うん、まあそんなこと思いました。ちょっとあの久々の配信で言えてるかあれなんですけど、ありがとうございます。不思議な空間はい、あのなんやろね、だから大きな理想とかを描くほど、そのケイシーが言うにはな、なんかこう能力はその人が抱いた夢の大きさ言うたら、それに必要な分だけ能力は出てくるって話があって、こう自分をなくした時にじゃあ何もなしなくなるというか、そういうことでもなくて、行きたい最高を見て、そこに行くために全出力をするために、毎回の自分を瞬間瞬間に完了して捨てていくっていうのが多分大事なんですよね。後悔とか迷いとか恐れを外して生きていくために、自分という存在をへのこだわり、それがあるとこう自分がこう結局不自由になっていくので、うん、なんかね、能力開発するのと人とうまくやる、こう人と人間関係を、女性的な感じね、女性性ね、こっち男性性ですよね、別物な感じだったけど、どっちにしたって自分という存在のこだわりを捨てて全力を今出すっていうやり方が、きっとどっちからいったってあの最高にあのいける方法なんだと思うんですよね。うん、はい、そんな感じでちょっとうまく言えたかな、めぐみちゃん、やっほーなんか配信しようと思うんですよ、なかなかできないねまあ今日はスペシャルなタイミングなので配信させていただきました、よろしくお願いしますっていうか、また改めて新しい私で行こうと思うので、そうね、能力共有ね、あーカルさんよかった、ガイアずっと今かけてるから届いてたらいいなと思います。うん、ありがとうあつこさん、やっほー。いやマジでなんか喋るの本当私下手になってるよなと思いますはい、まあではまたね、はい、そうなのよっこさん、ありがとう。ちょっと
いろいろとお客さんに合間にやっておりまして、はい、あれなんですけど、なんか今日昼間の方がいい気がしてね、うん、しました。ありがとうございます。なんかね、また質問に答えるとかもありかもなと思って、私いつも自分の気づきだけ喋ってんですけど、意外と人のこう悩みや問題を解決するの方が、整理するのが得意だったりするんで、ちょっとそんなんもしたらこう分かりやすくあれなのかなと思ったりして。ありがとう、横さん。今日は結構スペシャルな新月なので、始まりらしいね。超絶大きな野望を抱きましょうという話だったんで、はい、いいんじゃないかな。私ね、なんかこうすごいこのタイミングで進撃の巨人にハマって、最後まで見たんですよ、アニメネットフリックスでね。で、なんかちょうど見始めて、もう最終話終わるっていう、自分が見終わるタイミングに進撃の本誌も最終回だっていうのを見て、すごいこのタイミングで、たきっと集合無意識がと思って前漫画で見かけて挫折したんですけど、ちょっとかなりハマりましたね。で、それがこの間勉強したバカバットギータの講座の内容と進撃のテーマがめちゃめちゃ一致してて、もう感動してね。そのギータの中で、まあ主人公が王様なんだけど、自分のお世話になった恩師や親族と戦争で戦わなかないといけなくなるの。それをクリシュナね、あの神さんのクリシュナが、それもう嫌だ、なんで自分の領土を広げとか、そんな大切な人をそのために殺すなんてって悩んでるところに、クリシュナが今目の前に君がやるべき役割としてそれがあるなら、それは神に捧げる行為として全力でやれって、親族であろうが親戚であろうが、その恩師であろうが、その相手と戦い殺すことさえもそれを全力でやるんだっていうことを説くのよ。で、ケイシーはこの話が、このバカバットギータがこの世界の最も大きい、なんていうかな、真理に最も近い聖典だって言っててね。だから進撃の巨人も全く同じこと書いてあって、で、多分そのうわってそれがつながって、それで私この今の私を捨てよっていうのが来たと思うんです。で、結局それはギータはもう全力で戦って、それを切り、もう結局ね、主人公はそれ分かってやるんだけど、最後がすごいのよ。死んだ世界ではみんなやっぱその属性を抜けて同じなの、敵も味方も。だからこの属性は今だけ、私というのを今だけで、それを私を大事にしないんじゃなくて、私を今だけの私だと分かった上でそこに入って全力で今生きる。いいも悪いもないね、ほんまは。いいも悪いもなくて、よく見えているもの悪く見えているものもその人にとっての全力ならいいのよ。今の生命のこの一瞬を全力で生きるということで、正義も悪も本当はないって話ですね。相手も私もないのよね、はないって分かってながら私をやるという話ですそれがまさに物語ですね。はい、ありがとうございます。そんな感じです。またちょっとゆっくりできる時に配信しますね。お久しぶりに新月に会えてよかったです。ありがとうございました。じゃあね、ありがとう。